キャノン級護衛駆逐艦はアメリカ海軍が建造、保有した護衛駆逐艦。指揮方式、配置からデッド型とも呼ばれる。72隻が建造され、アメリカ合衆国をはじめとする13カ国の海軍で運用された。なお、ネームシップの艦名はジョージ・ H キャノン少尉に由来する。本級の設計はバックレイ級の挑戦隊に、 単戦隊型のエバーツ級の機関を組み合わせたものと言える。ただし、燃料搭載量の増大により、航続距離は両級よりも増大している。上記の通り、指揮構成は、エバーツ級と同様で、4機のゼネラルモーターズ車製に、ストローク V 型16気筒ディーゼルエンジンが、それぞれ直結された GM8 から268、発電機を駆動して発電するものとされている。 推進軸は二軸、それぞれに二機の電動機が串型に装備されている。機関部は二区画で構成され、左右にタンデム配置とされており、これが本級の固めの由来となっている。武器システムについては、概ね、超戦隊のバックレイ級に準じたものとされている。マーク223インチ単装感謝法は、監視艦板と全部艦板室上に背負い式に一機ずつ。 また、完備看板にも一機と計算機を備えている。手法用の手法イバンは環境上に設置されており、即居レーダーを備えたマーク52や、より本格的な射撃式レーダーを備えたマーク57、またはマーク63など、対空射撃を主とする機種が搭載された。40mm 機銃は、当初は上部構造物後端に、 連装砲画として搭載し、その直前にマーク51射撃式装置を一機配していた。しかし、第二次世界大戦末期には来撃の機会がなくなったことから、煙突後方の上部構造物上に設置されていた三連装長魚雷発射管を撤去して、ここにも単装な内し連装の砲画と砲板を配した管が多くなった。また、 近接防空用の 20mm 機銃も多数が搭載された。本級は116隻が計画されたが、実際に発注されたのは80隻で、さらに8隻が寄港後にキャンセルされたことから、実際に巡航したのは下記の72隻である。このうち6隻が自由フランス海軍に、8隻がブラジル海軍に供与され、残りはアメリカ海軍に編入された。 アメリカ海軍での運用は1943年から開始され、太平洋戦線及び大西洋戦線で、主に戦団護衛や、紹介任務に従事した。その後、海軍の規模の縮小に伴って50年頃より、退役し始め、1974年までに全艦が除籍された。また除籍に伴い、相当数が他国に供与された。朝日型護衛艦は、 供与された艦の一つである、真夏のオリオン架空艦でマイナス766パーシバルが登場。主人公が艦長を務める架空の潜水艦イマイナス77と戦闘を繰り広げる。撮影には、博物館に保管されていたでマイナス766スレーターが使用されている。ありがとうございます。